いわば狂気といいますかですね、あの何かやばいのが見え隠れするわけですよね。みんな人間なんでね、人間らしいところはあるわけですよ。こんなすごいプレイヤーだと僕はすごく思いますけど、みんなそれぞれ人間らしいところはあって、例えばロギーさんって一番ね、実はやばいやつなんじゃないかと思うんですよ。でロギーさん今ここであのレコーディングエンジニアとしてもやってもらってるんですけど、ロギーさん優しいんですよね。その優しさがねあらゆるところにこう出てくるんですけど、ロギーさんのね優しさっていうのはですね、学習で勝ち得たものな気がするんですよ。なんかすごいこと言ってますけどね、ロギーさん違うっていうかもしれないですけど、なんて言いますかね、彼はやっぱりねすごい賢いですし、パッと見はというか普段触れている分にはすごく常識的で優しくて、まあ、丁寧な人なんですけど、俺はですねこうちょっとしばらくやはりその彼のプレーとかですね見ているとですね、彼はだから学習でいろいろ考えてそつのないプレーもできるし、歌のバックだったらこうとかこうあるべきとかね、邪魔しないようにとか、ヒップホップやるならこう、これがまあ定石みたいな、そういうことを学習でたくさんのことをこう身につけているわけなんですけど、でも、ね、そっから外れた瞬間のいわば狂気といいますかですね、何かやばいのが見え隠れするわけですよね。まあ、もちろんそのこのグルーバーズの演奏好きで、ね、見てくれてる方にも彼のちょっとした動きだとか、そういうそのいわゆる常識的な、こういうののピアノはこうだよとか、歌物のピアノはこうだよというその常識的な部分でのところから、ふっと彼がそういうのをなくしてしまった時に、出てくるフレーズなり何かにすごいこうキラリとした狂気才能とでも言いますかね、何かやばいものをねこう感じてる方もいるかもしれないんですけど、僕もそれを時々感じるんですよね。彼が学習的なところで、これはじゃあヒップホップだからこんな演奏にしようとか、これはまあジャズだからこんな風にしようとか、その学習で学んできたものももちろん出せるんですけど、そこでないところ、でそこにこだわりすぎるとちょっとつまんなくなったりするんですよね。なんかちょっとつまんないなとか、考え落ちみたいな、考えすぎちゃったみたいな、理屈では合ってるんだけど、でもそこが時々ね彼は解放されるんですよね。で一番いいのはやっぱりね、もうみんなそうなんですけど、ゼロベースでバンと音出そうで、みんなで合わせようぜってした時のやつがやっぱ僕は一番好きですね。その瞬間そうでなきゃならないものが体から発せられてしまったのの積み重ね、音楽が生まれる瞬間、そこにはすごい情報、なんか人間の根源的な、人間がその海のスープだか分かんないですけど、なんかすごいスピリチュアルみたいな話になりますけど、音楽というものをする、でそれを気持ちいいと感じる我々の根源的な存在から生まれてた音、この気持ちよさ、ファーストセッションみたいなのってこう、なんかみんなが、ね、そこにコネクトしないと音って出せないし音楽にならないわけなんですけど、もちろんいろんな理論とか理屈はありますけど、そういう全ての学習を全部消化した上で自然にそこで音が出てきてしまったみたいなやつなんですよね。それ僕一番美しいし一番ピュアな音楽だと思うんですよ。その良さが分かる人って意外と少ないとは思うんですよ。なんか偉そうですけど、ジャムセッションのその何とも言えず、お来た今この曲が来たみたいな、この感じが分かる人ってのは多分何十人かに一人かもしれない。経験上なんかそんな気はする。それよりもちゃんと構築された定石にしっかりはめていったあの楽曲の方がもっとたくさんの人に、あなんかいいねとこう伝わる、いわゆるポップスかもしれないけど、そのやっぱり本当に音楽のそのきたっていう、あのもうゾクゾクするような、もうなんか涙が出てきちゃうみたいな、よくわかんないけどそんな感じの瞬間っていうのは、例えば、まあ、コルトレーンで言えばずっとエルヴィン・ジョーンズか、エルヴィン・ジョーンズがまあ
相手手のレシートっていうのを解いて、でこうもうわーって待ちに待って、もうここぞとしか言いようがない瞬間にコルトレーンがプイーってこうあの入っていく瞬間ですとかですね、なんかそういうところにもう最高の音楽ってすげーっていうその、感じを感じる人間としてはですね、まあマニアックかもしれませんよ、すごくそのなんだろう、まあ、それぞれ音楽を聴くねツボって違うとは思うんですけど、僕はやっぱりそういうところにグッと来るからずっと続けている、あの瞬間を味わいたくて日々音楽をやってるみたいなところもありますので、ロギーさんにもねそういう理屈とか常識を超えた瞬間がね垣間見えるんですよね。ロギーさんこいつは一番もしかしたらクセモノっていうかな、なんかあの何か秘めてる感じがしますね。狂気とかさ才能とかっていうとまたもしかしたらそれはそれで一個の型がなんか見えるじゃないですか。そういったらまあまあ面白くないんですよね。狂気って言ったらなんか狂気みたいな演奏するのかみたいな、それはそれで一個の型になっちゃうんで、それは面白くないんですけど、だからあんまり考えないでもらっていいんですけどね、そういうところはうちのちょっとプロデュースワークで美味しいところをねこうサクサクと選んでいくんだろうなと僕は思うんですけど、それはあの、ファーストセッションした時にもう感じたんで、だからまあもちろんねそういう仕事人としてのね常識的にやりますっていうところももちろん必要ですし、でそれは実際血肉となっていきますからね、大切なことだと思うんですけど、それの積み重ねでふっと出る何かすごく音楽的な神の言葉降りた瞬間みたいなめっちゃスピリチュアルな話になりますけどね、なんかね、まあ、そういうのあるんですよ本当。それなんか知らんけどこんなことやるつもりじゃなかったけど体動きちゃってますみたいな瞬間ってあるんですよ、それがやっぱ楽しいんですよね。なんか宇宙とコネクトしましたみたいな感じって、まあ、めっちゃスピリチュアルになっちゃいますけどね、あるんですよ音楽やってるとね、ありますよね、人うんうんっていう方も少なからずおられると思いますが、まあ、カフェオグルーバーズの皆さんをね紹介させていただきました、ね、大浦智蔵ドラムス、木村隼人オンベース、正吾白石、なんで正吾白石だけ逆なんだろう名字と名前が、正吾白石でロギー、ピアノね感じでね、いやまあまだまだねこのひよっこですよ、というつもりでビシバシと、やって、私もね抜かりなくやっていきたいと、楽しく余生を過ごしたいと思いますはい、はい、そんな感じで、ではまた。レコーディングの、このね講座といいますかも、グルーバーアーティストアカデミーぼちぼち佳境に入ってまいりまして、後半戦のね楽しいミックスマスタリングとかの話へ行きたくてうずうずしているんじゃないかと思いますけども、このレコーディングのお話のほぼ最後の回、まあもうちょっとあると思うんですけど、もうここクライマックスです。一番大切な話をしたいと思います。うち、まあここ